すごい、ちょっとパッて見た感じでクソババアさん。ハハハハ、セガンドソリッドです。どうぞご覧ください。ドン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 キードンキーホーテー、はいはいはい、なんでもかんでもなんだらなんだら、そんなことでもいい、激安ジャングルジャングルだ。はい、ということで今回はドンキーホーテで1万円買ってみたい。本当に嬉しかったこの企画は、マジで聞いた瞬間上がった。やっぱでもドンキーってさ、いつもつい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 買いすぎてしまうお店じゃないですか。です、ね、はい、今日は逆に1万円何でも買ってもいいけど、うん、逆に1万円で済ませなきゃいけないっていう気持ちもあって、ドンキー行ったら1万円で済まないもん毎回。だからあ、これ欲しいけど、うん、我慢しようとか結構あった。これは我慢して、でももうちゃんと欲しいものだけ買おうみたいなね、うん、そうそうそう。なんで今回はですね、視聴者のためになるものを買ったっていうよりは、もう自分らが本当に欲しいものを買いました。はいはい、ということで今私らが欲しいものを紹介したいと思います。はい、最初ははい、私が大好きなやつです。大人買いをしました、はい、じゃじゃん、スパイマン2袋。あ、じゃあ1つください。やでーす。これめちゃめちゃ食べる。ちょうどめちゃめちゃ食べる。だから私が一緒にいるときは別に酸っぱいの状態って言ったら、多分カバンの中から出てくるから。しかもゆうきさんの場合はバッグの中からあのこれの本体が出てくるよね。あ、ゴミみたい。そう、こぼしちゃったりしてるバッグの中に。これはね、398円ぐらい。2点目1個ね、1個。最近、まあ、映画チャンネルさん、はいはいはい、江頭さんのチャンネルとか、結構 TikTok とか耳掃除動画が流れてることが多くて、うん、それでとても耳掃除をしたいと思って、こちらの耳かき買いました。これも398円ぐらいです。そう、これも2つ付いてるから1本ちょうだい。あ、これは1本あげるよ、じゃあ。あ、嬉しい。すすたけっていうね、いいちょっと木みたいに使ってると思う。竹？すすたけ。竹？竹じゃないよ、そんな長くない顔。やめて、どこまでも伸びていかない。違う違う違う、そんなに長くないから。いや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 、この動画みんな楽しい？平気？私たちのなんか自己満動画になって楽しいの、大丈夫。みんなも気になったら購入してみてください。テレビ通販みたいにやりますよ。あ、そうです、ね、はい、そしてなんと次の商品すごくおすすめで、はい、私あのダイエット中にもおすすめだし、うん、お酒のあてにもおすすめなんですけど、はい、こちらスパイシースルメ足、噛めば噛むほど。あ、でもこれは私も持ってます。あ、本当？はい、今全部食べちゃったけど。そう、これね、小腹が空いたらちょっと一足食べる。なんでゆきさんってちょっと胃が臭いのかもしれない。それが溜まってるのかな。無理すぎや。やだー。やだ、無理すぎや。これが999円。うん、1000円ぐらいです、ね、じゃあ1個ちょうだい。何だったらあんた1個食べたでしょ。待って、あんた何だったら1個食べたでしょって。私すでに今口威嚇性ですか。次、これはちょっと美容系ですね。ヘアオイルが切れてて、いつも使ってるヘアオイルが売ってなくて、ちょっとこれ買ってみようと思ったんですけど、 BC クアディープスリークっていうやつですね。洗い流さないヘアトリートメント、こちら買いました。こちらここにやった方がいい。はい、こちら。いろんなところに移すじゃんね。じゃあそうなの。これはね、1180円ぐらいだった気がする、うんうんうん、でこっからは最近私アップルウォッチをゲットしまして、自分で買ったんですけど、この色がシルバーを買ったんだけど、もうちょっとなんか光沢があるというか、ステンレスみたいなシルバーだと映えるかなと思って、うん、シルバーをやったんだけど、僕はあんま好きなシルバーじゃないっていうか、うん、まあ、光ってないシルバーじゃないじゃん。まあ、アルミニウムだ。そうそう、だからちょっとあんま好きじゃないと思って、色を変え、なるほどね、変えれるの、変えようと思って、うん、あのカバーがあるんですよ、全カバー。で、俺の黒、結局黒なんですよね。ね、結局黒を買いました。それこそ光沢があるやつ買えばよかったのに。なんでこれしかなかったの。これしかない。そうで、黒を買って、うん、ここが白で、白黒だとちょっとダサいかなと思ってベルトも買いました。なるほどね、ちょっと高級感がある、うんうん、マグネットでこうくっつくやつなんで、はいはいはい、今こうはめる系なんだけど。でもあんた、でもさ、あれじゃなかった、金属ありすぎじゃなかった。あ、でもこれ大丈夫、なんかね、金属かね、ステンレスとかそっち系だから。あ、そうなんだ。そう、そういうことね。じゃあアップルウォッチセットですね。まだあるんです、アップルウォッチセット。これがラストなんですけど、はい、ほぼアップルウォッチセットなんです。で、アップルウォッチの充電ってなんかこの裏にこうマグネットみたいな感じになってやるんですけど、まあすね、なんでこの iPhone とアップルウォッチを同時に同じ台でこう充電できるやつ、買いました。これも、これ、こんなの売ってんの。そう、これが今回一番高かったです。2700いくらぐらいで、これは1700いくらぐらい、はい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 、1600いくらかな。で、これが意外とね、高かった、1700いくらぐらい、うん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 、
はい、で以上で僕の購入品紹介これで9600いくらぐらいで消費税込めて、1万300いくらぐらいでした。あ、結構いいお買い物じゃない。じゃあこの中から達也にプレゼントですか。ないです。はい、ないです。耳かき1本あげます。はい、ありがとうございます。はい、達也お願いします。私はなんか本当前回と変わり前しないんですけれども、なんだろう、すごいちょっとパッて見た感じでクソババア感詰め替え用をたくさん買いました。はい、まあ、とりあえず、まあ、ニベアの詰め替え用いいですね。ニベア、はい、これからの時期乾燥がすごいんでね。そう、私もうこれしか使わないんで、うん、あ、これめちゃくちゃねしっとりしてくれるし匂いがいいんで、まあ、皆さん、はい、買ってみてください。はい、はい、次はですね、ずっと買おうと思ってて全然買えてなかった、なくなっていた、アロマジェル。あー、でもめちゃこんなでかいサイズ売ってんだ。そう、これの詰め替え用もあったんだけど、結局こっちのボトルの方が容量が大きかったので、うん、まあでも次から詰め替え用買えるしね。うん、でも詰め替え用買えるよりもボトルの方がね容量が多かったね。へえ、買いました。これね、めっちゃいい匂いなんです。これに合わせて使うのはこれドンキで売ってるドンキホーテ限定のやつなの、これ、うん、これいい匂いですよね。ホワイトフレグランスムスク の、うん、の柔軟剤ですね、うんうん、これでいくらだと思う。大きいキッパ1キッパ。別にもっとそガチで言ってる、うん、ちょっとどんな場合であんた言ってない。言ってない、言ってない。ちょっとガチで言ってみて。298円。298円。そうそう、2980円。分かんない、私さこういうのさ全部さコストコで買ってるの。あ、だから値段のあれが分かんないんだよ。これめっちゃいいの。これ4キッパ4980円。498円。えやばない、これだって2リットル入って4キッパだよ。肌荒れない、本当に大丈夫。本当に大丈夫。逆に498円ってさ、うん、なんか不安。でもいい匂い、いい匂い。これいい匂い、あのヘアミストとか、うん、あのお部屋のあれとか、うん、いろいろあるよね。だから匂いは、そう、匂いはね、いいのは知ってるの。うん、これもなんかもう、もうずーっと使ってるんですよ、ここ最近。うん、もうなくなってきちゃったんで、うん、これちょっと買わせていただこうと思って。安いし、いいかと思って。うん、続いて、はい、私、アタック。まあもう、これもサクッと終わらせますね。うん、アタックゼロね。はいはい、こうやってやるやつね。はいはい、詰め替えをそこで買いました、うんうんうん、買わせていただきました。私も使ってます、私。あとはまあとりあえずまあ歯磨き。おー、これ歯磨き粉ね。そう、これね、なんか他の店舗だと1500円ぐらいするんだけど、うん、あの私今回行ったのがドン・キホーテの食安通りのドン・キホーテ行ったんですけど、はいはいはい、1280円で売ってたの。へ、ちょっとお買い得。え、だからちょっと他よりも安いから買おうとこうと思って、うんうん、まずババアかいやいや。で、ね、次はちょっと最近ちょっとダイエットを始めようと思って無駄よ。でも最近酵素とかいろいろ取るようにしてるんですよ、うん、その糖質とか分解してくれるサプリメント買いました。酵母菌キトさんが3倍プレミアムパックン、うん、分解酵母生きたまま届く酵母菌ってやつで、いや、こういうのね飲んで痩せたっていう友達がいたから、うん、試してみようと思った。見て、この前はこんなの買ってたの、ドンキでは。糖質、脂質、塩分、我慢知らずってやつ。え、本当にこれも信用してないんだよな、私。だから気休めですよ。だからご飯とか食べる前にちょっと飲んだりとかして。あ、でもなんか飲み会遅い食事にって生活リズム的にもあなたに合ってます、ね、そうなのよ。やっぱほら、私お酒飲むことが多かったりとかさ。そうだよね、ご飯遅かったりとかするんで、うん、なのでこれね、あのお菓子とか食べても全然平気ってやつ。絶対違うと思う。これで例えば太りません、皆さん安心してください。太りませんはいいのよ、痩せないと。もう太ってんだから。違う、なんでこれをね買おうかなと思ったのがね、私今人生で一番太ってるんですよ、うん、何かに頼らないと、うん、わかります。見たらわかりますよ。人生で一番太ってるのは。みんながデブ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 言うから、みんながコメントでね、書いてるの私知ってるわけよ。でもいいじゃない、それは。それが糧になるでしょ。ああ、もう太ってるんだって。うん。で、だからこういうの買うんでしょ。でもみんな言うんだよ。で、頑張ろう。太ってくる達也の方が可愛い。これのコメント楽しみだね。そんな聞かねえよ、とかさ。そんなに頼ってたらダメだよ、とか。でもね、これね、25日分入って、約3000円ぐらいするやつなの、これ。結構高いの。でもあんた、これ今こうやって動画で紹介してるじゃん。これであんたが痩せないと、これ営業妨害だからね。頑張っていただかないと。はーい、気を取り直して、あとラスト1個ですね。はい、うちにね、ずっと見えてるのがこちらでございまーす。結構大きいよね。そう、私も変えたかったな。姿見ですね。ミラーを変えました。高さ 150cm あるってことは結構いいね。開けてみたいと思います。
え、かわいい。あ、すごい。縁なしなんだ。めっちゃいいじゃん。そう、縁なしにしたんですよ。めっちゃいいじゃん。そう、縁なしで表面加工されてる。これあれでしょ、後にあのギャルとかここにメザイクとかめっちゃ貼り付けたりとか。あ、これプリクラとか貼り付けたりとか。プリクラとかね。超ギャル。あのメザイク取ったやつ貼ったりとかさ。そう、なんでこうやってね、自分の姿をね、見えるようにしました。いい。これで、2980円、安っぐらいかな。えぇ、ー、えぇ、ー、はい、そんな感じでございますね。ちょうど嫌です。持ってくるクソだるかったんだ。5000円で買い取るって言ったら、5000円で買い取る、安いあげる。はい、ということでね、いろいろね、はい、紹介してきましたけども、はい、私のでも MVP はやっぱりこの3倍パックンかな。いや、それ聞いてから言えって。それは聞いてから言うやつない。全部ね、自分で少なかったね。1,2,3,4,5,6,7点。見て、1,2,3,4。かわいいじゃん。かわいいよね。はい、ということで、じゃあこれめっちゃさ、付け替えるのがすっごい楽。こうやって引っ張ってマグネットになってるから、こうやってやるだけ。うんうん、どう、おしゃれ。なんかちょっと高級感出ない、こっちの方が。かわいい、嬉しい。なんかさ、ちょっときつくてさ、跡とかできてたの。黒の服が多いからシルバー選んでたんですけどっつって、うん、あの変えたものが黒って言ってた。色が気に食わなかった、シルバーの色が。はい、ということでね、いろいろドンキホーテで買ってまいりましたが、うん、でもやっぱり MVP はでもやっぱりこれ2回目だけど。私はでもこれがまだ使ってないからだけど、ちょっと嬉しい。これは本当にアップルウォッチの。ゆきさん、ちょっとこれを使ってね、綺麗になってください。はい、最近なんか切り返すことが多いんで、クソ詰まってんのかなと思って。ということで、セカンドストリート、達也とゆきでした。ありがとうございました。わかんない。